ミンスク月ーの地図ミンスク月ーは、ナチスドイツがベラルーシのミンスクに設置した月ーである。この月ーには最も多い時期で、約10万人のユダヤ人が暮らしていた。1941年、ミンスクのユダヤ人独ソ戦開始後の1941年6月に、ミンスクはドイツ軍に占領された。ミンスク市の人口は24万人あったが、そのうちユダヤ人は8万人だった。 1941年7月末にドイツ当局はミンスク市内の北西部にゲットを設置させた。ミンスク及び近隣の町で暮らすユダヤ人がここに集められ10万人以上のユダヤ人が暮らすこととなった。さらに1941年11月中と1942年5月から10月にかけてドイツから6428人。 オーストリアから1476人、米面命令保護領から7000人のユダヤ人が、ミンスクに移送されてきた。彼らは大部分がミンスクから8マイルほど東にある、マリートロステネツ絶滅収容所へ移送されて、殺害されたが、一部はミンスク月トへ送られてきた。彼らは、ット内で、ベラルーシユダヤ人とは分けられた、居住区で暮らした。ミンスクゲットをはじめ、 ベラルーシの月頭住民は徹底的に強制労働に動員されていた。健康な成人はほとんどが1日12時間から14時間、わずかな食料配給だけで働かされた。ミンスクにはアインザッツグルペンビーが展開していた。労働できない月頭住民は次々と検挙されて銃殺された。1941年10月9日に書かれた。 アインザッツグルペン B の報告書によるとその日までに、ミンスクでは3万64人のユダヤ人が相当されたという。1941年11月には、ゲシュタポユダヤ人カカチョウ、アドルフ・アイヒマン新衛隊中佐がミンスク・ゲットを視察した。アイヒマンは、アインザッツグルペンのゲット住民除去のスピードに満足しておらず、ガストラックをミンスク・ゲットに持ってこさせ、 11月7日、11月8日、11月20日のポグロムの中でこれを使用した。この後、ガストラックは郊外のマリー・トロステネツ村へ移された。ミハイル・ゲベレフ月ト内には抵抗組織もあった。ミハイル・ゲベレフの指揮のもと、300人以上のユダヤ人が22の地下グループに参加していた。彼らはサボタージュや破壊工作などドイツの妨害活動を行い、 また数千人のユダヤ人をゲットーから脱出させて、ミンスクの周りの森の中のパルチザンに合流させるなどした。ミンスクから逃げたユダヤ人たちは7つのパルチザン部隊を創設してドイツ軍と戦った。デベレフは1942年夏にドイツ当局に逮捕されて処刑された。彼は戦後にソビエト連邦より祖国戦争勲章を追贈された。 1943年9月にラインハルト作戦によってミンスクゲットーは解体された。ミンスクゲットーの住民はソビボル絶滅収容所へ移送された。このミンスクゲットーはベラルーシでは最後まで残されていたゲットーであり、ベラルーシにおけるユダヤ人問題の最終的解決の最後の執行地となった。同月頭の解体を受けて1943年9月25日に、 新衛隊及び警察高級指導者、クルト・ホンゴットベルク新衛隊中将は、ベラルーシは今や有電フライになったと宣言した。ありがとうございます。